あ、フミションベース。Hey, what's up? I'm Fumiya from Fumishon Base. Wait, Yakisoba Squad! Please subscribe to my channel and please turn on notification bell. Yes! Today, I got this. Phew! Ah! Sinigan Sasan Palok Mix Original! Yeah! Yeah! Today, I'm gonna cook Sinigan.いやあ、僕はね、あんまりね、料理は普段しないんですよ。で、作り方があんまりよくわかんないんですけど、まあね、適当に今日は食材を買ってきたんで、それでささっとシニガンを作って食べたいと思います。レッツゴー。フミションベース。シニガンってなんか何買ったらいいのかもよくわかんなかったから、適当に買ってきました、野菜を。ててん、大根。まあ、大根は何でも美味しいでしょ。ててん、玉ねぎ、オニオン、ででーん、ナス、買ってきました。はい。あとは、エビが売ってたから、エビを入れて、エビシニガンがあるのか分かんないけど、エビシニガンにしたいなと思って、やりたいと思います。ちょっとね、普段ね、料理しないからね、あんまりよく分かんないんですよ。とりあえずね、玉ねぎは、この皮をさ、剥かないといけないで、まず。ほっほっ。フミションベース。じゃあ洗ってきたんで切っていきますか。これシニガンについてね、あんまり知りません。あどんな感じで切った方がいいんだろう。シニガンね、食べたことあるけど、なんか何回も食べたことあるわけじゃないから、どんな感じで玉ねぎとか切ってあるかわかんないな。適当でいいよね。シェフだ。 I'm a chef。 でいけ。いいね。うー、good。 では、I'm Shinigan Chef。 Thank you。 Come back onion。 Come back onion。 Come back onion。 Nice onion。 Next。 ピビーン。 ナス。 え、シニガンにさ、ナスって入ってんの？全くわかんねえな。でもナス好き。ナス好きだからいいや、別に。なんかナスのね、天ぷらが一番好き。 Do you know tempura? Tempura in Japan, Japanese food. My favorite Japanese food. 切りすぎかな。 It's gonna be alright. Next. 大根。え、大根って英語でなんて言うんだろう。皮取った方がいい。皮取らなくていいのかな。すげえ悩む。どうだろう。一応取っとくか。It's my first time cook Filipino food. Yeah. What is your favorite video on my channel? Yeah. もしかしたらこのフィリピンの料理を作ってみたっていうこの動画が、もしかしたらめっちゃバイラルになって、あの、これが人気企画になるかもしれないよ、もしかしたら。ならないかったら恥ずかしいな。だからもし面白かったらね、グッドボタンお願いしますよ。グッドボタン。よし。おっ、ちょっと上手くなってきた。僕は18歳の時からね、一人暮らしをしてるんですよ。もう今23歳だから5年間か。おお、怖い。5年間一人暮らしをしてるんだけど、あんまり自炊はしてこなかったからね。 It's OK。 準備は OK だ。果たして合ってんだかよくわからないんですけど、ネットで見たやつによると、まず油を入れます。おっ、油を入れたら、まず玉ねぎを炒めるって書いてあった。あ、ナスも入れちゃおう。大根入れた方がいいのかな。なんか大根は後な気がするな。シニガン、シニガン。いや、ほんとね、俺ね、シニガンね、初め嫌いだったの。ほんとに一番初め、なんか酸っぱくてさ、変な味がすんなと思ってさ、あんまり好きじゃなかったんですよ。だけどさ、今はなんかめっちゃ好きになった。おお、炒める。これ何ミリ入れるんだろうな、水を。パラムブティンアンイサンキロンカメイブホスアンラマンナンパケテイラガイアングライアハヤアンマルト。うん、
I understand only gulai. Gulai is vegetable, diba? I don't know how to cook, but I think it's okay, ne. Parasa sinigana is the idadbak alamana pakete kapak luto nana bu banhaga an is the I don't know why.だけどこれを多分炒めてしなしなになったら多分水を入れるんだよね。それでちょっと煮込む。で俺はねその多分煮込む時にね大根を入れた方がいいと思うんだよ。これはフミヤ流ですね。アコアシェフ、アコシェフ、アコシニガンシェフ、アコアイシェフディバー。ここで大根、もう順番は合ってるか知らないけど、ゴーゴーゴー。合ってるのか全くわからないけど、こんな感じに水を入れます。おお、もうシニガンじゃないですかこれ。オールレディシニガン。エビもエビもエビ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 。 I think it's perfect。 よくわかんないけど、とりあえず蓋をしといて、まぁ、あ、ちょっと待ちますか。いやー、シニガン楽しみだな。まさかさ、日本でさ、シニガンが食べれるなんて思わないじゃん。しかも自分で作るっていうね。俺もついにフィリピン人じゃん。自分で作ったら。こんな感じのね、日本人でね、多分、シニガンをね、作ってるのね、もう僕だけだと思いますよ。日本で。しかもね、今ね、割と夜中なの。もう、こんな夜中にシニガン作ってる日本人は多分ね、日本で僕だけだと思いますよ。おお、いやー、またねフィリピン今度行くんだけどね、楽しみだな本当に。ちょっとね、いつもね俺あんまりねフィリピンに行ってもねフィリピン料理ってあんま食べないんだよね。だけど今回はちょっと久しぶりにいっぱい食べようかな、フィリピン料理。でもね、なんか俺あんまストリートだとねあんまりね食べれなくて、ご飯がね。だから普通のフィリピン料理のチェーン店みたいなとこだったら食べれるからね、ちょっと今回ね行こうかな。いつもねジョリビーとかね、イエローキャブとかね、そういうのいっぱい食べてね、チキンばっか食べてるからね、たまにはこういうフィリピン料理も食べたいな。シニガン食べたいな。シニガンのなんか美味しいお店があのマニラとかであったら教えてください。それを食べたいんです。Maybe this sinigan is most muscle up sinigan in the world in the worldいや、なんか変な匂いする。ね、こうやってやってさ、左とかさ、視力検査やるのってさ、フィリピンも一緒ですか？日本人ってもうみんな目悪いからさ、みんなメガネとかコンタクトしててさ、フィリピンの人すごい目がいい気がするな。なんかメガネかけてる人少ない気がする、日本人に比べて。うん、まあどうでもいいんですけどね、その話は。なんか、くせえな、なんかくせえな、これ。なんか変な匂いがするけど、まあいいや。ここでこれですよ、これ。シニガーン。おぉ！これシニガンだよね。なんか変な匂いするわ。え、これ全部？全部だよね。ウェイソー。目に目に。はい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 。あれ、これなんか濃いかな。味見します。すっぺ。もうちょっとねお湯が必要ですね。これいいんじゃないですか。普段ねあんま野菜食べてないからね、健康だからね、これを食べたらねすごい体にいい気がする。でもさ、これさ思ったけどさ、俺作りすぎだよね。こんなさ一人で食べれないよ、スニガン。まあ一回ゆっくり食べれば多分完成。食べましょう。熱い。フミシュンベース。完成しました。シニガン。初めてフィリピン料理を自分で作った。食べてみます。いただきます。いやーでも適当に作ったかな、割と。いいです。うん。あ、これうまい。うん、大根も結構柔らかくなってる。あ、これはいいですね。
すげえ体に良さそう。あーすっぺ、あわあわ、エビ、あめっちゃ美味しいじゃん。やばい、これフィリピン人のみんなに食べさせたい。でこれが本当に合ってんのか美味しいのか食べてほしいわ、フィリピンの人に。いやでもね、これはすごい美味しい、すげえ美味しいよ。やっぱあれかな、なんか自分で作るから美味しく感じるのかな、わかんないけど。うん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 、やばいこれめっちゃ美味しい。ちょっと俺日本で死に貝屋さん広くかな。ちょっと濃いかな、ちょっと濃かったかもしんない。でもかなり味が美味しい。初めてのね、フミヤズクッキングだけどね、いや第1弾目にしてはねかなり美味しいと思う。自分でびっくりしてる。うん、たくさんあるからあとはゆっくりと食べていきます。ご飯もね炊いたんでご飯と一緒に食べたいと思います。また第2弾もね、次はいろんなフィリピンの料理作っていきたいなと思った。なんか今回がマジで美味しすぎて、なんか次アドボとかそういうの作ったらなんかすげえ美味しくできそうだなって思った。もしこのシニガン食べたいなって思ったらグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。 Thank you for watching. Please subscribe and share and follow my Instagram. See you next vlog. Thank you. Bye bye. マサラ